しいかどうかっていうのは一応2ヶ月を見てはいる。どこを選ぶかっていうのは、まあ、その時に、まあ、多分一番低いトリチウム濃度が低いものを選ぶと思います。で前希釈する海水ポンプが3台設置されています。海水ポンプの能力としては1日あたり17万立方メートルを1台で、組み上げることができます。まあ、明らかに今は仮ですね。あれは流すっていうことはあまり考えてなくて、むしろ希釈倍率を海水配管ヘッダーという太い大きな配管に入りまして、そこで処理水と希釈混合されます。でその希釈混合された水がですね、ちょうど後ろにある配管を通ってこの蒸留水槽に入るという、そういうような仕組みになっています。アルプス処理水、放出するアルプス処理水のトリチウム濃度は、最大で、100万ベクレルパーリットルっていう制限値を一つ設けてます。サンプリングポイントをつけていて、そこからこう、右がそうなると思います。こっちに流せないのでポンプがついている。はい、でもう一方で、放水管蒸留水槽サンプリング。で、緊急遮断弁は自動で基本的には閉する。はい、すいません、これおそらく5班か6班で回していると思います。閉まった先にあるその処理水っていうのがごくごくわずかの量なので、なるべくこの海水配管ヘッダーに近い、まあ処理水の放出時期ですとか放出の最終判断というのは、まあ、政府がですね、まあ、安全に放出ができることですとか理解というものがある程度で進んでいることといったことを元に判断されるものだというふうには承知しています。下がエア駆動、まあ、エア駆動というかエアで銃が充填しているときには開いていて、エアがなくなると閉まるというような、我々ができるものというのはまずは科学的に安全だということをしっかりとご説明する、もしくは納得していただくということが一番だと思います。